はいどうも、M ケツのマッチョでございます。というわけで、ちょっと前になってしまうんですけども、先日ですね、公式サイトにて発表がありました。日向坂46ローソンとのコラボキャンペーン、また開始します。はい、というわけでね、4月の21日から、ローソンと日向坂46キャンペーンが始まるということでね、ニュースに上がりました。ちょっとね、実際に見ていこうかなというふうに思うんですが、4月21日よりローソン日向坂46キャンペーン開催が決定いたしましたということで、期間中にキャンペーンにエントリーしてポンタカードまたは D ポイントカードをご提示の上、対象商品を購入するとマイページにスタンプがたまり、たまったスタンプ数に応じて、メンバーに会えるイベントや限定グッズが当たるキャンペーンや、メンバーサイン入りポスターが当たるハッシュタグキャンペーンを開催いたしますということでね、これちょっと実際に、ローソンのホームページ見ていこうかなというふうに思いますけども、予告、日向坂46キャンペーンということでね、はい、こちらポンタ会員そして D ポイント会員限定で対象の商品を購入してスタンプを貯めて応募するとオリジナルの景品が抽選で当たるということになっております。こちら4月21日のスタートということですけども、こちらコースがね、何コースかあるらしいんで、ちょっと見ていこうかなというふうに思うんですが、まずお菓子コースですね。はい、というわけでエントリー期間中に対象商品を1点購入ごとに1スタンプ貯まりますということで、まず A 賞からですが、イベントご招待10スタンプで応募、抽選で50組100名様を、ご招待ということになっております。こちらですね、イベントはカップ麺コース、ドリンク剤コースと同一イベントになるということなので、まあこれ多分おそらく先ほども見ましたけども、お菓子コース、そしてカップ麺コース、ドリンク剤コース、3つあるんですが、それぞれね、抽選で、イベントに招待されるということでね、こちら10スタンプで応募ということですね。さあ、そして B 賞、A 賞の中継上映会ということで5スタンプで応募、抽選で150組300名様をご招待ということは、イベントのライブビューイングって感じなのかな。ライブビューイングするぐらい何かこう大きいイベントなのかどうかというところではありますけどね。全国5カ所のユナイテッドシネマにて A 賞イベントの、中継上映会を実施すると。全国5カ所ってことなんで、まあおそらく主要都市になるのかなというふうに思いますけどね。さあ、そして C 賞、こちら日向坂46ベイビー G ということで、10スタンプで応募、抽選で50名にプレゼントということで、これ A 賞と同じですね。A 賞と同じ10スタンプで応募できるということで、ベビー G ですよ。青のね、いかにも日向坂カラーという感じですけどね。G-SHOCKはね、自分昔つけてたんですけど、今もうね、なんて言うんですか、スマートウォッチになっちゃって、最近あんまりね、G-SHOCKみたいなのはつけなくなっちゃったんで、まあ限定商品でしょうし、時計欲しいなっていう人にいいのかもしれないですね。まあベビー G ってことなんで、ある程度いい時計になりますよね。そして D 賞、菓子コース限定プロマイドということで、1スタンプから応募可能、抽選で各メンバー限定プロマイドを50名様にプレゼントということで、お菓子コースはこのメンバーですね。ブロマイドには各メンバーのサインを印刷いたしますと。気になる応募方法なんですけど、大前提としてポンタカードまたは D ポイントカードを作ってなきゃいけないということで、まあローソン店舗で無料で作れるということではありますけどね。自分なんかはドコモのユーザーなので D ポイントカードっていうのはありますけどね。作った上でページ内のエントリー&応募ページをこちらボタンをクリックしてくださいと。応募ページの表示を持ってエントリー完了となりますということなので、このページにね、応募ボタンが出るっていう感じなのかな。さあ、そしてステップ3、エントリー期間中に、エントリー&応募ページ内でローソン ID とパスワードおよびポンタカード会員、または D ポイントカード会員情報を入力し、ローソン ID 認証を行いエントリーしてくださいということなんで、まあカードを持ってる、もしくは作った段階でローソンの ID と紐付けしなきゃいけないってことですよね。でお会計時にポンタカードまたは D ポイントカードを提示すると1商品1スタンプっていうことなのかな。購入した商品の数に応じてマイページにスタンプが貯まりますということなので、まあこれチェックするっていう感じなのかな。スタンプが貯まるとプレゼント応募ボタンが表示され、プレゼントに応募することができるということになっております。はい、まあちょっとなかなかね、各50名様とかね、結構狭き門ではありますけどね。さあ、例えばって書いてありますが、10スタンプ貯まると、まずは5スタンプスタートか
らできると。で、それ以上貯まればどっちか選べるって感じですよね。で、また戻ってっていう感じか。で、A 賞もしくは C 賞どちらか選んで応募できるということですが、ちょっと注意なのが、これですよね。A 賞、C 賞はいずれかの商品に応募が完了してからでないと、2回目以降の景品に応募できませんのでご注意くださいと。ということなんで、2回回りたい方は A 賞なり C 賞なりどちらかに1回は応募しないと、2回目以降応募できないっていう感じなので、結構ハードル高いなっていうふうに思いますけどね。これ当選結果はその場で分かりますということなので、まあドキドキしながらこう当選結果が分かるということですよね。このお菓子のね対象商品こんな感じになっておりますけども、だいたいロッテ明治がメインですかね、お菓子で。一番安いのは明治ポイフルかな、95円。まあ税込みで103円ですけど、103円1個で1スタンプってことなので、まあおそらくこれを一番買うのが効率いいのかなというふうに思いますけど、多分ね日向坂の今回のねキャンペーンを狙ってる方はみんなこれ買うのかなっていうふうに思うんで、売り切れになっちゃうのかなっていうふうに思いますけどね。はい、そんな感じですかね。さあ、じゃあ続いてカップ麺、こちらのコース見ていきますか。まあ、大体さっきと説明は同じですが、カップ麺コースですけども、こちら A 賞は6スタンプで応募、抽選で50組100名様がご招待ということで、さっきはね、お菓子はちょっと値段が安いから10個を貯めないとってことですけど、カップ麺の場合は6スタンプから応募できるということですかね。さあ、そして、A 賞の中継、こちらも4スタンプで応募できるということなんでね。さあ、そして、気になるのは C 賞ですね。これちょっとさっきとまた、絵柄が違う、形も違うベビー G ですけど、自分的にはこの黒の方がかっこいいかなっていうふうに思いますけどね。ちょっと個人的にも欲しいなっていうふうに思いますけどね。さあ、そして D 賞の1スタンプ応募のブロマイドはこんな感じになっております。はい、こちらのメンバーですね。さっきと違うのは、まあ、こんな感じですよね。カップ麺の場合は、貯めてどんどん応募できるっていうことですかね。2回目以降のスタンプに関してはこちらも同じで、全ての商品の応募が1回ずつ終わってないと 2週目に入れないということらしいですね。はい、まあ対象の商品は、どん兵衛ですね。どん兵衛が大体か、あとは、焼きそば UFO 大盛りということで、これしかも大盛りなんでね。なるほど、はい、こんな感じでございます。ちょっとね、どん兵衛とかコンビニのカップラーメンあんま買わないんですけど、まあ今のご時世、まあこれはこれでありがたいのかなというふうに思いますよね。さあ、そして最後ですね、ドリンク剤コース、こちらちょっと高めなのかなというふうに思うんですが、やっぱそうですね、イベント招待 A 賞は2スタンプから応募できるということでございます。そして B 賞も2スタンプから応募、 C 賞も2スタンプから応募ということですね。あ、これちょっとまた形が違いますけど、これちょっとクリアっぽい感じになってんのかな。これはこれでちょっとなんだろうね、女性でもつきやすい感じというかね、可愛い感じな気がしますね。 D 賞1スタンプで応募ということで、このメンツですか。いや、なんか結構みんな写りいいですけど、特に個人的に思ったのは宮田さん、まなもさん、ちょっとこれ可愛いですよ。ほら、こんな感じ、いい感じですね。そしてスタンプですけども、こちらとりあえず2スタンプ貯めると A 賞もしくは B 賞もしくは C 賞を選んで応募できるということですね。はい、まあそんな感じでございます。対象商品ですが、佐藤製薬、あー、やっぱ高いですね。ユンケルが主ですが、うわ、結構高いな。1000円超えてくるやつがありますし、まあ一番安いのでも534円ということで、まあちょっとね、働いてる人からしたらユンケル嬉しいですけどね。まあなので、これ2本買って、まあ1000円で2個で応募できるというのもありなのかなというふうに思います。なんか一番分かりやすいし簡単かなというふうに思いますけどね。まあ値段を抑えたいんだったらおかしかなというふうに思うし、まあただ2スタンプで応募できるんだったら手っ取り早くユンケル2本買おうかみたいな感じにも個人的にはなるかなというふうに思います。はい、というわけでこんな感じで見てきました。いかがでしたでしょうか。ちょっとね、分かりづらい仕様というかね、自分もね見ててんちょっとよく分かんねえなっていうふうに、なってしまいましたけども、まあとりあえずね、まずは何よりも、ポンタカード、あとは D ポイントカード、持ってないとダメっていうところなので、まあローソン行って無料で作る、もしくはねもともと持ってる人だったら、紐付けしなきゃいけないということなので、ローソン ID
と紐付けをする。そこからようやくねスタンプ始まるということなんで、ちょっとその辺注意かなというふうに思います。なかなか外出できないですけど、コンビニはね、やっぱり日用品だったり買ったりとか、ご飯買いに行ったりとかすると思うんでね、その際にねやってみるのもいいのかなというふうに思います。はい、というわけで今回はね、日向坂46とローソンのコラボ、始まるよということで、明日からですね、ぜひ皆さんも行ってみるのもいいのかなというふうに思います。というわけで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。どうも、マッチでした。